紹介するまで同意しましょう。この世の中の定義で。俺の名は中村田マリオ、45歳、一人暮らし、童貞。30の時からずっと無職で来てる。35の夏に一度貧富になったが、昨今のジュニアアイドルのおかげで治ったようだ。今はこうして自分の息子を慰めることで精一杯なんだ。俺が若い時は飛行機のパイロットに憧れ、さまざまな航空会社の面接を受けたが、どうやら車の運転免許じゃ操縦させてくれないらしい。悲しい話だ。両親は俺が28の時に北朝鮮旅行に行ったきり帰ってこない。なんでだ。それからというもの、俺はずっと一人ぼっちで生きている。現在は親の少ない財産を切り崩し、ひっそりと都内某所で暮らしている。ああ、そろそろ金が底をつきそうなんだ。仕事を探すも時すでに遅しってやつか。もうハローワークに行く気すらしない。はあ、誰も悲しみはしない。いっそ死んでしまおうかしら。半年ぶりのハローワーク。職員の視線が気になる。どうせあなたのつける仕事なんかありませんよ。てなもんで、結局、外れの、プチ喫煙所コーナーにて、一服せざるを得ない。もちろん、パックのコーヒー牛乳を友達にして、うなだれながら、誰も受け入れてくれない、そんな現実を受け止める。長年の積み重ねがいかに大事か、この年になってやっと悟ったんだ。宗教やオカルトや占い、そして犯罪、悪いことばっかり考えてしまう。それが一番楽で今の自分を救えるんじゃないかってね。
さ。おやおや、またハローワークの前でクズがうなだれてるな。クズがうなだれてるな。うん、あいつは相当なクズだぞ。しょうがない、私の立場上そんなクズでどうしようもなくて、うだつの上がらないどうしようもないやつを作るっていうのがね、私の立場上のやつなんで。どれ、じゃあ作っちゃおうっと。試練はあるけどね。神の試練はあるけどね。神の試練を乗り越えられた者だけが栄光をつかむんだぞ。さあ、この男は私の試練をくぐり抜けることができるんだろうか。はてはて、試練与えちゃうぞ。試練を、聖なる剣を与えちゃうぞ。あさって